ははい、い、えー、こんにちは軸の久保です今回のニュースなんですけどもやっぱケチをつけたいなと思うのが、えー、出産一時金に関してですよね現行でだいたい42万円ぐらい支払われている出産一時金に対して少子高齢化がね危機的な状況にあるってことだったんで大幅な増額をしてくれるそうなんですよその額なんと50万になるということで <laughs> 42万から50万物価高とかねそれからいろんな状況を考えると消費税法と考えたらね これ、大幅な増額ですかね、これ。42万から50万って。まあ、8万円の差額なんですけども、正味これ、最初の月で消えるわけじゃないですか。いや、これによってね、少子化が止まるんだったら、こんな安い話じゃないんですよ。こういうふうに岸田総理は言ってます。え、かねて、岸田総理は、少子化は危機的な状況にあるとして、一時金の大幅な増額を表明していた。あの、大幅な増額が、この8万円だとしたら、 二階幹事長が何に使ったか分かんない50億円とかね。うん、それから岸田総理自身がごまかしている領収書の130万円とかね。あの辺は大幅な上にさらに大幅なんじゃないかなと思いますけども、何なんですかね。あの、全体的な予算としては、莫大な金額になるかもしれませんけども、一人一人が受け取れる現実的な金額として、8万円増ってことでしたらね、じゃあ、50万円もらうから出産しようかなって気になりますかね。少子化が止まるぐらいに。 うん、よくよく考えてものを言った方がいいんじゃないかなと思いますでこれどっかでも言いましたけどもあの高齢者に対しての補償ってのはこれに比べたら手厚いでしょ、うん、だからねまだね選挙権もないし自分の一生示もできないような乳幼児に対してもうちょっとねあのもし自分の子供だったら孫だったらっていう視点で考えていただいてもいいんじゃないですかね えー、23年度分の増額分はこれまで一時金を支払ってきた健康保険組合などの保険者が負担する24年以降は75歳以上が加入する後期高齢者医療制度からも財源の7%を拠出してもらう方向だと岸田総理の小遣いとごまかした領収書から払ったらどうですかねということで、ね、あまりにもしょぼすぎるケチすぎる少子高齢化対策これで止まるわけがないということでございました